皆さんごきげんよう、にきさきのです。今日はリクエストがあった女子アナメイクやってみました。いつものなんかこう派手な感じの目元は封印して、結構可愛らしくもありつつも凛とした感じで清潔感があって、誰にでも好印象を与えるようなメイクになっているので、よかったら最後まで見てください。それと私のお気に入りコスメが今回めちゃくちゃ出てくるので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。それではどうぞ。はい、じゃあメイクをしていきたいと思います。まず私が最近すっごくお気に入りなのがこれ、フェアミネラルのプライムタイムオリジナルポアです。これ毛穴補正を特化してるんですけど、こんな感じの無色透明、伸ばしても別に色つかない、全く色つかない感じで透明なんですけど、これを使った日だけどんなに汗かいてても全然崩れてないの。それに結構感動して、やっぱこの子のおかげだなっていうのをこの前初めて分かったので、そういうのだったのに全く崩れてないから感動しちゃいました。女子アナメイクということで、肌の色ムラをなくしていきます。あ、絶対にやっちゃいけないのが厚塗りのマット肌かなって思っていて、セミマットならいいと思うんですけど、結構厚塗り感のある感じは良くないので、こちらを使っていきます。イルミネイティングセラムコレクター、読めない、ちっちゃすぎて、パープル、グリーン、ベージュっていうことで、ベージュのやつだけコンシーラー、ファンデーションみたいな感じなんで、先にクマと部分的にこう分けていきます。先にこうクマ、セラムプライマーなので下地として使っちゃう感じです。で、一気に伸ばしていくので、で透明感が欲しいパープルはここに入れていきます。あとここね、ハイライトみたいな感じで、緑は私が気になっている赤みのこの辺、ちょっとね、今日ね肌が荒れててこの辺もちょっとあるので、あとくすみとかには効くので、こんな感じかな。一気にスポンジで伸ばしていきます。これフィリミリっていうところのオリーブヤングとかで売ってるやつなんですけど、日本にも売ってて、私これは日本で買いました。これを一気にトン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 と、で次に結局ファンデーション塗るので、多少のこうなんていうの、ムラ感みたいなやつは逆にカラーを入れてるので当たり前かなって感じで、こんな感じ。ちょっと木くすみとかさ、私今日焼けしてるからちょっとグレーっぽいくすみがこっち側にはあるんですけど、やっぱカラーコントロールをね味方につけたら肌ってすっごく一気にこう綺麗になるし、垢抜けて見えると思うので、これは結構強めの発色じゃないから、初心者の方とかちょっと使ったことないなって思う方とかにもすごくおすすめ。はい、こんな感じ、肌がちょっと一気に明るくなりましたよね。この辺はね厚みが出てる感じでいいですね。で、なんかわかんないけど、今日鼻のここにねちょっとぶつけた跡みたいなやつがあるんですよね。なんか私なんかやっちゃった気がするんだけど、なんかこっちだけすごい腫れてるというか、黒っぽい赤っぽいあざができてます、この横。そしたら薄付きファンデーションを使っていきます。これベアミネラルのオリジナルリキッドミネラルファンデーションゴールデン。ちょっと日焼けをしてしまって、まあ、絶対日焼けしないように気をつけてるんだけど、まああんまり楽しいことしてる最中ってさ、そんなこと考えたくないじゃん。今回はちょっとバーベキューとかいろいろやってしまったので、故意的に日焼けをしてしまいました。ほら、水みたいな感じのファンデーション、トン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 と伸ばしていきます。このね水みたいなファンデーションがすごい肌を綺麗に見せてくれて、厚塗り感とか全くないぐらい綺麗に見せてくれます。とにかく厚塗りしてる感じって絶対 NG なので、好印象のメイク作る時とか、うわすっごい厚塗りしてるっていう感じにならないので、で結構私もイベントの時とかやっちゃうんですけど、割となんか肌をさ、こうカリカリってやったらボロボロボロって落ちそうな肌を作ってしまうこともあるんですよ。なんか崩れないようにしたいなとか思ったりとかしたら、だけどそういうのって本当に印象的には悪くて良くないなって思うので、ステージに立つ時とかはね結構そういうメイクをするんですけど、日常ではそこまでのカバー力いらないじゃないですか。だからまあいいんですよ、シミそばかす多少浮いてるぐらいでも可愛いと思って綺麗に肌を作り込んでいきます。
はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗なお肌になったと思います。結構薄付きだし、あのくらいの量で多少今ここにね余ってるぐらいなので、すごく薄付きなんですよ。薄く作ってるけどツヤ感とか光で色のカバー力とかも使ってるので、めっちゃ肌が綺麗に見えてると思います。でナチュラルだし、これがもう最初からこの人の持ってるポテンシャルかなと思うぐらい綺麗な肌になってます。ミストをかけておきます。シュシュパのメイクキープスプレー。なんかナチュラルメイクって薄付きにしてるから、プレゼンに肌が崩れたりとかしたらただのすっぴんみたいになっちゃうので、気をつけてキープをね意識しつつメイクをしていきます。結構出る。でこれで自然乾燥させます。ナチュラルカラコンもいつも1位のミュームのクラゲを使っていきたいと思います。ミュームのクラゲはナチュラルカラコンの中でも本当にバレないと噂のカラコンなんですけど、つけていきます。とにかく綺麗なので本当に感動します。これいつもつけると、じゃーん、こんな感じです。ちょっと透明感とかも出たし、やっぱつけてるとつけてない方だと目の印象とか大きさとかは全然違うんですけど、ほんと自分で肉眼で見てもなんかついてんのかなってなんか思っちゃうぐらい、めっちゃ自然、とっても可愛いカラコンです。これマンスリーもあるのでぜひぜひゲットしてみてください。はい、両目つけました。こんな感じです。学校とかにも行けるし、職場とかデートの時とかもすごくおすすめ。つけてることがわからないぐらいナチュラルだし、 UV カットの効果とかも入っているのでぜひぜひ使ってみてください。そしたらパウダーを使っていきます。ウルトラ HD、 これはメイクアップフォーエバーのミニミニのサイズなんですけど、ウルトラ HD マイクロフィッシングルースパウダー。ちょっと今こうテカリっぽくなってる鼻のこのてっぺんだったりとかにちょっとこうパウダーをつけてですね、で粒子がすごく細かいので、ついてるかついてないかわからないぐらいめっちゃ細かいので、ふわっとつけていきます。毛穴の気になるとことかに。で部分的につけていくのは理由があって、大事なツヤ感とかはナチュラルメイクの時は絶対残しておいた方が、ハイライト入れてないのにハイライトみたいな効果になるので、しっかりとそんな感じの意識をしながら入れていきます。であと私は鼻の下ですね、もう無限に汗かくので鼻と鼻の下は、なんかびっくりするんだけど鼻の下なんでこんなかくのってぐらいすぐに鼻汗かく。で眉毛も、眉毛が取れやすい方は眉毛と眉毛のこの中もしっかりとパウダーしてあげないと、やっぱよれの原因になって眉毛がなくなっちゃったりとかするので絶対あげてください。あとフェイスラインとかもちょっと気になるので、私的にやるポイントかな。髪の毛がついたりするとイライラするので、シュ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 とやって終了です。全部にバババババって塗ると結構セマッとな感じになってしまうので、ちょっと部分的にやりました。そしたらシェーディングなんですけど、これはシェーディング何でもいいんですけど、私が今開発中のシェーディングが一番自分の肌に合ってて、それ以外も本当使えなくなっちゃってて、なんか浮くんですよやっぱり。どうしても私のここに入れると何でも浮くの。だけどこれだけ今浮かないから、今ね発売しようと頑張っている最中なんですけど、まあ、これもちょっとまだ試作品で直すところもあるなっていう感じなんですけど、これをこういう感じで入れていきます。シェーディングはねやっぱり肌の凹凸とか気になるとことかをなくしてくれるので大事。私はもう顎が出てるの、顎ら辺と輪郭と、あと気持ち鼻とかにもシュシュシュッと入れていきます。ほらちょっと鼻が生まれ変わりました。で最近お気に入りなのがここ、今人中がさ隠れてるじゃないですかあのファンデーションとかリップの境目がなくなってるので、これをちょっとこうブラシをギュッとギュッとしてここにまあ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 と適当に入れると、ほら山が出ました。これはもうやっとくの大事、ほんとちょっとしたことなんですけどやっとくといいですよ。だから好印象の目を作っていくために涙袋をぷっくりさせます。お気に入りのさっき使ってたブラシもそうなんですけど、これもそうだし、さっきパウダーを塗ってた時のブラシもそうなんですけど、シグマってところのブラシメーカーが出してるコスメがめっちゃ優秀で、シグマのアイシャドウベースプライマーなの、プライマーなの。だから全然よれないし、涙袋を使う時、まあ、いろんな商品を私もいろいろ使ってきたけど、これが一番良くて、使用感とかもそうです。ほら、ナチュラルでしょ。ナチュラルに涙袋を作ってくれる。
これいろんな色があるし、シグマはチークとかもすっごく可愛いので、パレットがで、アイシャドウとかもめっちゃ優秀だったから、ほら一気に涙袋ができました。自然じゃない涙袋は大人になってからやったらね、めっちゃ変なので、線とかも描くんであれば、そのアイシャドウの一番薄い色を少し目の下に入れるみたいな感じ、自然に大きく入れた方が自然だと思います。まあ、ちょっと後でやるけど、新発売の時からめっちゃ話題になったイヴ・サンローランのクチュールミニクラッチの100番を使っていきたいと思います。100番がちょっとグレイッシュなベージュのカラーで、私自身がブルベなので、まあナチュラルメイクするときは特にちょっとパーソナルカラーは意識してます。あと服装、髪型、色、自分がまとう色っていうのが一番なんかこうパーソナルカラーが本領を出してくれるなって感じ。遊んだりとかするような色の時は別に何色でも私は使ってるけど、やっぱ自分が一番綺麗に見せたいとか、ナチュラルだけどよく見せたいっていう時はパーソナルカラーを意識した方がうまくいきますね。このカラーちょっと手に出したいと思います。私でも付属のチップは使わない派です。じゃん、こんな感じです。このここのラメがさ、こうちょっと変更で濃く見えるような感じになってますね。すっごいすごい可愛い。ここのもうグレッシュのカラーと優しく見えるようなカラーも入ってて、こういうちょっとミルクティーカラーも入ってるから、かなり使いやすいカラーになってると思います。まずこのベージュのカラー、アイホール全体に入れていきます。ちょっとこうシルバーラメみたいな感じのラメが入ってて、目がすごい綺麗に見えますね。じゃん、ちょっと彫りが深くなってます。多少ベージュカラーが入ってるので、さっきの涙袋の上にもこういう風に入れておきます。さっきのカラーがゴールドっぽいかったので、ちょっと上に重ねていきます。もうこれだけでもさ、自然に涙袋ができてません？これ結構感動で、私大好きな涙袋メーカー、いつも目を長めに見せてるんですけど、今回は丸く可愛く好印象にしていきたいと思います。なのでさっき塗った半分ぐらいですね、で一番中央が高くなるようにこういう感じ、山みたいな感じで入れていきます。そうするとね、目がね勝手に大きく開いて見えます。ほら、で余ったやつでこの目のね、このここの下のところを入れてあげると優しい印象になるし、デカ目効果も出ます。もう割と結構三角に入れてあげても OK。 私はこうやってもう三角三角三角って感じで入れてます。こういった感じの優しいねカラーですね。こう見た時にここの目元の印象がナチュラルなのにしっかりと彫り深く目元がありますよね。そこがポイントです。ココアみたいなカラーでもね、黄みが抜けてるからすごい使いやすい。このねアイシャドウはすごい発色がいいから、ブラシで撮ってもこんな感じでめっちゃ発色してくれます。軽く入れていきます。やっぱ丁寧にメイクをすればするほどめちゃくちゃ可愛い綺麗なメイクになるので、落ち着いて時間のある時にしっかりとメイクした方がやっぱいいね。ブルベ大優勝って感じのブラウンだよね。大好きこういう色、めちゃくちゃ可愛いです。そしたら眉毛はインテグレートのニュアンスアイブロウマスカラの BR380 番です。なんかね、急いでても何してても肌につかないところが大好きで、もともと眉毛はしっかりと生えているので、それを意識してそのままの形でやっていきます。はい、眉毛ができました。ただね、眉頭だけはちょっとね隙間があるなっていつも思うんですよ、ここが離れてる。でもなんかハンサムなメイクするときとか強めに見せたいときはここ入れてます。さあ、ちょっと先にリップ、ビセのエッセンスリッププランパーを使ってちょっと唇を保湿していきます。で、私もともと唇が全然ないからちっちゃいじゃないですか。だからしっかりとプランパーで大きく見せたい。そしたらアイライナーはラブライナーのペンシルを使っていきます。これただのブラウンのカラーですね。ミディアムブラウンのカラーです。 MBR のカラーで、いつもは目をねもう本当にもうビヨーンって上げてるけど、今回は下げ目まではいかないけど、もともと目がちょっと下がってるので、私ここがそこをそのまんまこういう感じで延長する感じでやっていきます。目のまんま引いてみました。めっちゃナチュラルだ。優しく見えるのが私の顔ではちょっと老けて見えちゃうの。だからあんまり垂れ目メイクはしないんですけど、てか垂れてるからあんまり垂れ目じゃなくしたいみたいな、うん、こんな感じ、こういう感じにしてみました。
結構印象変わりました。そしたらマスカラやっていきます。マスカラは私のめっちゃ推し、エスティローダーのダブルウェアゼロスマッチマスカラ。これが本当にいいマスカラ。多分この形状を見ただけで好きな人いると思う。ほら、まっすぐの細めのブラシ。お用地なんですけど、カールキープ力もあるし、ロングもあるし、ボリュームもあるみたいな。すごいね、オールマイティーな、本当にバランスがいいマスカラです。こんな感じで、ボリュームも出つつ、長さも出つつっていう、優秀。でね、ちょっと、今回は、ボリュームすぎないようにしたいと思っているんですけど、私自身結構ボリュームの、まつげの量多めなので、ちょっと控えめにマスカラ塗らないとちょっと持ってかれちゃいますね。ナチュラルメイクはせっかくで、下まつげも少し気持ち控えめに塗っていきたいと思います。アナウンサーの人でこんなまつげがっつり上げてる人いないと思うんで。はい、こういった感じのまつげになりました。これすごい優秀なんですよ。めっちゃ綺麗にまつげが上がって、長さもカールキープもしっかりあります。ちょっと目の印象がありすぎたかもしれない。なんでなんだ、私マスカラつけるとすごい濃くなっちゃうんだよね、ちょっと。そしたらこちらは私の大好きなチーク、サナエクセルオーラティックブラシのシャイガール AB04 番なんですけど、ここにねブラシが入っていたんだけど、私このブラシすごい全然細くて使いづらいから取ってます。取ってると軽いので取ってます。こんな感じの、結構なんかレッド系のピンクとだんだん薄くなってってホワイトのカラーとかも入ってるぐらいめっちゃ可愛いカラーなんですけど、薄めのこの上の方ですね、ちょんちょん使っていきます。洗った時にこう上に行くようにつけていきます。ここにまん丸に入れすぎると多分可愛い印象でちょっと聡明な感じはなくなってしまうかなと思うので、こういう感じで、まあどちらかというと青み系だけど、青みに行きすぎないでしょ、白ピンクっぽくないから、すごいね使いやすいんですよこれ。そしたらティッシュでさっきのプランパーちょっとオフします。ただ最近私のめちゃくちゃお気に入りのリップ、エトボスのミネラルリッププランパーのシアーアップルレッドっていうカラーです。アップルレッドのこれグロスなんですけど、もう色が可愛すぎて、で結構発色するので、こんな感じ、うるうる感がめっちゃ可愛くない？プルッとした感じになります。可愛いこれ。で割としっかりと発色してくれるので、まあ持ちは良くないけど、なんかこういうメイクの時って最悪リップの色がなくても目とかがしっかりとしてるし、ナチュラルメイクなんでね、こう透け感ってやっぱ大事だなと思うので塗っていきます。唇にまん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 ま、このアップルレッドのカラーがねすごい元気なレッドカラーなんだけど、上品でもありつつ血色感が一気に蘇る感じで、すごい可愛いの。ほら可愛くない？でグロスの中では割と長持ちするようなぺったりした感じ、なんかこう唇合わせた時にサラサラって感じだと取れちゃうんですけど、べったりぺったりしてる感じなので結構ね取れないです。もうちょっと濃くつけたらもうちょっとなんかこのまんまの色味が出ますね。重ねてもすごい可愛いので大好きなリップグロスです。はい、メイクが完成しました。女子アナメイクということで、好印象で清潔感があるナチュラルメイクをやってみました。どうでしょうか？いつもより多分顔が優しい感じになってるんじゃないかなと思います。皆さんよかったらやってみてください。多分職場とかでも使えるし、バイトとか、まあ、いろんなところのシーンで使えると思うので、よかったらやってみてください。この動画楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。